はいえー、お疲れ様ですそれでは30ルセルシオシリーズいってみようかと思います、えー、このシリーズはね中古で30ルセルシオがどのぐらいで買うことができるのかなってことをたまに検索するシリーズなんですけども今回はね30に限らずにセルシオ50万で検索してみましたそうすると早速検索結果が出たんですけども35台ねあるそうですねこれ50万以下で買えるってことなのかどうか分かりませんけどもまあ 100万以下ぐらいでで表示されるんでしょうね。ちょっと見ていきましょうかはいいきなり出てきたのがすごいですよ月々8000円で30セルシオに乗れるというねしかも20インチ車庫調、エアロマフラーチレジねこれすごいですねちょっと見てみましょうかこれすぐ売れるんじゃないですかこれがね乗り出し100万だったら安いですよシルバーもねなかなか あ人気の色ですからね私は好みじゃないですけどもあでもホイールもシルバーのボディに結構似合ってますねかなりの迫力があるというかねイケイケ感が出てると思います、はい、これは売れますね細かく整備されてるような感じですああ足回りねこれはかなりの、うん、メンテナンスじゃないですか かわシいとね白の。インテリアもいいですね抜群です。うん汚れてないし綺麗だ、はいだ。バックカメラも生きてるしうん、はい。これはなかなかいいですね。はい、まだまだ写真あるのこれ。こればっかり見てるわけにいかないんだけどね。 まあサンルーフがないですけども、あんな開けないですからね、普段ね。私、サンマルセルションはね、全部サンルーフがついてたんですけども、全くいらないよ。<laughs> 本当に。うん本当に数えるほどしか開けたことはないですよ。うん、へもう100万以下でこの乗り出しはすごいんじゃないですか。これね、ぜひお問い合わせください。で、同じシルバーでもこっちと比べるとやっぱりね、こっちの方がいいでしょう。 はっきり言ってセルションなんて走行距離あまり関係ないですからね。これ2.9万キロ。ほとんど走ってない。あ、ホワイト。これもいいですね。うーん。あ、黒ね。これも100万しないんだ。なんかむちゃ安くなってませんかこれ。安くなってるけども、もっとびっくりする価格の方が出てこないですかね。10万とかね。<laughs> 10万はさすがにないか。はい。ないみたいですよ。 とということで上の方行って価格をグッと絞ってみましょうかはいこんなところで2台 <laughs> 安いやつ2台 <laughs> ああ大体こんなもんですよねこれは30だけどこれは20の方ですねうんどっちもちょっとパッと見魅力が感じられないセレショーなら何でもいいよって人ならまあこの辺選べると思いますけど走行距離も結構いってますね でも走行距離が長くて中古市場に出るってことは消耗品はきっちり交換されてるってことなんでこっから10万キロとか楽に伸びると思うんですよだって4 5 0万キロ行っても消耗品ちゃんと交換すればね抜群に走りますからねトヨタ車なんて日本車なんてのはうんなるほどね逆にセルシーショーの一番高いところってもう見えたかな この感覚で検索して24台もあるんだあさっきのがやっぱり出てきましたねうんまあ100万円ぐらいで乗り出しを考えてるんだったらかなり選択肢があるかなっていうところですねうんまあ今回はそんなとこじゃないですかちなみにちょっと気に入ったのはこれですね これをじっくり見てから今回終わっていきましょうかえー、これ20の前期らしいけどもこのスポイラーがちょっとね特徴的でフロントグリルも変えてるような感じがします変えてないのかエンブレム取っただけかあでもこのサイドスカートとリアスカートがちょっと好みじゃないですねバリッとねワイアンドローワイドアンドローかワイドアンドローで 攻めてもらいたいたあでもシートがまだまだいけそう、うん。インテリアは本当全然ほころびないんですよね、セルシオって。わ。あ、もう終わりか。はい。というところでございました。じゃあまた。